十数本もの断層が交差しまくったボロボロの岩盤地帯に、全長5キロ以上の日本第4位となる長大トンネルを2年以内に貫通させなさい。なお、出口は巨大な崖崩れで駅ごと崩落した場所である。言っていることが無茶苦茶ですが、これも事実です。場所は秘境で有名な飯田線の大原隧道。今回も年間発電量日本最大の水力発電所坂間ダムシリーズの第4話として、水没対策に線路の移転工事が行われた国鉄飯田線の解説をしていこうと思います。前回に引き続き、今回も当時の記録である日本国有鉄道飯田線工事事務所、飯田線中部天竜大鶴間線の付け替え工事士などを元に紹介します。本動画はこのような構成でお送りします。片方廃線、片方現役の二股トンネル。3つ目の難工事は第一くず号トンネルです。このトンネル、普通に飯田線に乗っていると分かりませんが、トンネルの途中で二股に分岐しているんです。しかも片方は一度も使われないまま廃トンネルとなりました。それでは建設前からやばいかもと思ってトンネルを掘ったら、やっぱり崩落してルートが変更となった反廃トンネルのお話をしてみようと思います。第一くず号トンネルの豊橋側は、急斜面を大量の岩石が落下した外水地帯であり、飯田線の新線はそんな脆い場所をトンネルで斜めに横切る計画でした。少しの雨でも山の斜面が崩壊するような地形のため、国鉄は着工前から危険視していました。そしてその予想は最悪な形で大当たりすることになるのです。1954年3月から工事を始めた第一くず号トンネル、運が悪いことにその年は例年よりも雨が多く、着工したそばから豊橋側のトンネルの入り口が崖崩れで何回も崩壊しました。ひどいものでは長さ50メートル、幅20メートル、体積にして700立方メートルもの崖崩れが起きたそうです。安全に工事すらできないため、国鉄は第一くず号トンネルに直結する形でロックシェッドを2カ所設置しますが、トンネル内部も大変でした。掘り始めて間もなく1秒に1リットルの水が噴き出すようになり、やがてトンネルの床が変形し始めます。そして夏に来襲した台風によって、早くも地表の移動が観測されると同時に、トンネル入り口の中心線も移動し始め、亀裂も約70メートルにわたって発生。さらに30から40センチの幅でトンネルの表面が崩れ落ち出したのです。日本人全員の生活がかかった佐久間ダムの建設を移転工事が理由で遅らせることなど絶対にできません。時間がない中、国鉄は大急ぎでセメント、薬剤注入、そして破壊された部分の改築、水抜き口の掘削など安ぎ早に対策を行いますが、台風と山はそんな人間の事情などお構いなしに第一くず号トンネルを襲いました。佐久間ダム3話で紹介した向かいガイトトンネルと同じように、9月に来襲した台風12号と台風14号の集中豪雨によって山が大きく移動し、トンネルに凄まじい圧力を加えたのです。少しの雨でも崩壊する山に72ミリと123ミリの大雨はトンネルを破壊するのに十分な量でした。豊橋側の入り口から20から50メートルにわたり、亀裂幅最大80センチ、食い違いも最大80センチとなる変状が発生したのです。トンネルの中心も本来の位置から9月下旬に最大40センチ、10月下旬には最大62センチも移動しました。これだけの移動や変形でトンネルに接続したロックシェッドも無事では済みません。無数の亀裂と幅30センチ、長さ30メートルの剥奪が発生しました。古い白黒写真でもよくわかる大きな破壊跡は、こうした土圧による亀裂・剥奪跡の一つです。原因を調査すると、向かいガイトトンネルと同じように断層がトンネルと並走している上に、山の斜面も30から50度傾斜しているので、トンネルが崩壊したのではないかと推定されました。しかしここで国鉄は全力を挙げて第一くず号トンネルを復活させます。これ以上のトンネルの変形を止めるためにモルタルを注入し、線路などを敷く施工基面を強固にするために薬剤とセメントミルクを注入、大量の湧水対策として多数の水抜き口を掘ったり、アーチ部分の剥奪対策も実施。これ以上の山の崩壊も防ぐために排水口を2段山に掘ったり、山自体にセメントやモルタルを注入してトンネル付近の土を固めたりしました。
そして著しく崩壊した第一葛郷トンネルの豊橋側は、トンネル付近の線路用地と一緒に一回も使わず放棄。高根城跡の近くでトンネルを分岐させて、崩落部分を若干避ける形でトンネルを二股にしました。現在の状況などを知りたい方は、実際に現地を踏破されたオブローダー、ヨッキレンさんのブログをご覧ください。ぐちゃぐちゃの断層、四つ目の難所は当時日本第4位となった大原隧道、元い大原トンネルです。この大原トンネルがどれだけ過酷なところを通っているか、それは二つの図面を見れば一目瞭然です。まずは東側、豊橋方面から来た電車は左に大きくカーブして大原トンネルに入るんですが、この豊橋側には中央構造帯が縦断しており、いくつもの断層、そして崩れやすい岩盤が並んでいました。次にトンネル中央から飯田方面の西側、なんと斜め横とバラバラに走りまくった断層があちこちで交差しており、そこを日本トップクラスの長大トンネルが貫通しているのです。悪条件はこれだけですみません。なんと飯田側の出口は駅ごと崩落して消滅するようなボロボロの岩盤なんです。そんなところに70度の急カーブ付きトンネルを建設しようというのですから、ものすごく慎重に調査して設計しました。当然いくつものルート案が提案されます。少しでもマシな場所に線路を通そうと、重要拠点である三郷坊すら通らないルートや遠回りな N の字ルートも国鉄は検討しました。しかし三郷坊は必ず通るべきだし、他のルート案は沿線でも屈指の落石多発地帯を通り、営業中の飯田線が危険となることから、長大トンネルでの最短ルートに決定されました。途中大雨で高さ20メートル、幅12メートル、体積にして500立方メートルもの大量の土砂が工事現場を襲ってめちゃくちゃにしたりしますが、幸い早朝で工事をやっていなかったことから人的被害はなく、矢板などで応急処置をしながら工事を進め、無事予定通りの貫通となりました。逆に言うと、もしこの土砂崩れが日中に起きていたら、歴史に残るレベルの大惨事になっていたのは言うまでもありません。崩れかけのトンネルの上を走っていた飯田線、最後の難所は大空駅です。大原トンネルの章でも紹介したように、大空駅の近くは飯田線の中でも屈指の岩盤崩落地点でした。そのため大空駅は飯田線が施設だった時代、三新鉄道だった時に開業してからわずか5年で駅ごと天竜川に崩れ落ちているのです。復旧に半年もかかるほどの大惨事であり、こんな危険な場所に急カーブ付きの大原トンネルを掘って駅につなげることは、佐久間湖の造成の面から見ても危険と判断されました。大空駅の復旧として造成した乗り面の大部分が佐久間湖に沈むため、再び大空駅が崩落しないよう分厚いコンクリートで乗り面の保護などを行いますが、なんと調査中に飯田線の恐ろしい現状も国鉄は知ることになりました。それは亀裂の入ったハイトンネルの真上を飯田線の電車、貨物列車が走っていたことです。比較的軽い電車でも30トンは超えます。いつ崩壊してもおかしくない封鎖したはずの古い水路トンネル、なぜか水も流れているため排水も行った上で土砂で埋め戻しました。かくして大空駅は開業から約18年で駅が3代目になるという変わった駅となったのです。佐久間ダム4は飯田線編後編はいかがだったでしょうか。次回はそんな移設工事をしながら国家の威信をかけた超大規模工事の本命である佐久間ダムの工事について深掘り解説します。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。